今回は心愛ボの需要が高そうなのでキルジョイの簡単な座学解説動画なのだまず防衛のミッド用のセットアップを2個教えとくのだタレットはボイラーに置くのだ股からのぞけて地味に強いのだちなみにこのタレット心愛ボに入ってから強化されてるのだアラボはオレンジ抜けを見るために置いとくのだキルジョイはミッドラークゼッモとネキなのださっきのタレット強化の話がこれなのだ チューブに窓開いたから抜けをタレットで監視できるのだ次にもう1個紹介するのだこれは旧 i ボでよく使われてたやつなのだキッチンの机の上にタレットを載せるのだこれはチューブ抜けをしっかり見てくれる上にオレンジ抜けまで見てくれる優れものなのだアラボは注意点があるのだ開幕ボイラー抜けを見るように置くんだけど フィンののとこにワイパーースモークが来るアラボはワイパースモークの中だと反応距離が短くなっちゃうから端っこ通れば抜けられちゃうのだだから少し手前に置く必要があったんですね次に A セットもたまに使うので1個教えとくのだこれは A が止まらない時にぜひ使ってほしいのだアラボとなのはこんな感じ。 タレットは壁状に置いとくのだこれは結構ラッシュ対策のセットなのだアラボが反応した瞬間ナノスワームを起動アラボタレットナノスワーム全てが襲いかかってくるのだ谷は設置遅延用にサーバー裏とかに仕込んどくのもいいのだクローズ設置の場合はここなのだ アイスボックスは設置遅延が重要なのでキルジョイやバイパー相場は頑張り時なのだ次に B 設置遅延空爆も一応教えとくのだ前のバイパーの動画と同じなのだ張り付いてクレーンの先端に投げるだけなのだローテのついでに投げとくと結構刺さるのだバイパースモークの弱体入ってたら結構死ぬのだ 積んだもんは割となのは1個は手に残してること多いからよく使うのだ先置きはショックボルトで壊されがちなのだだから先置きするならかに隠しとくのだあとおすすめの B セットアップがあるのだアラボは抜けを見るようにそこに置いとくタレットはさっき教えたキッチンのやつ なのは各に隠しとくのだそれで2回から打ち合うの結構強いのだバイパー浅いとカーテンがうまく2階の車線切れてないこと多いのだあとはなので設置位置を外側に移動させた後みんな大好きオーディンで壁ごともく抜きで全てを破壊するのだやられたら相手のージが全然プランとしなくなる時もあるのだ次は攻めのタレットなのだエイゼメの時はドラム缶のとこに置いとけばいいのだ ヒルジョイは個人的に本体についていってグレでポジションつぶしたりした方が強い印象なのだラークはバイパーでいいかなと思うのだあともウィッコミットもミル系の欲張りタレットがあるのだ位置は適当でいいのだただ角度が100度に弱体化されたから B 側もしっかり見れるように調整するのだ B 側行くときも恨みはタレットでいいと思うのだ適当に本体についていってアラボは設置位置あたりになのと合わせて置いとくのだ次にギルジョイウルトを教えとくのだパイプの上に乗って置くだけイサイト全域が入る最強ウルトなのだこれでエントリーしてあとは遅延に徹するだけでラウンド取れるのだ クソゲーなのだ次に B 側の方なのだ割と強いんだけど B は A より弱いからあんまり使わないかもなのだ最後にリテイクロックダウンなのだ角に置くだけでリテイク終了なのだぶっちゃけ売ると強すぎなのだキルジョイは相手の相場よりもキル取って先に売ると使えると強いから頑張るのだ B 側はここに置けたらここがベストなのだ相手は壊さない限り積みなのだただそこは置きにくいからこの裏とかでも全然いいのだ隙間があるからそこはスキルでつしてあげてほしいのだだいたい心愛碁のキルジョイはこんな感じなのだコメントしてくれれば質問にも答えるのだアーギュー